今私がいるのは八戸市にあるとんかつ専門店カツカツさんです。とんかつと冷え冷えのビール、美味しそうですね。ではいただきますと言いたいところなんですが、この料理を食べてはならないとされている人たちがいます。それはイスラム教信者の皆さん。イスラム教はその戒律で豚に由来する成分とアルコールを含む食べ物を口にすることを禁止しているのです。さらに食材だけでなく調理方法まで様々な宗教上の決まりがあります。今回はこうしたイスラム教徒の食卓に青森県特産の地鶏青森シャモロックで挑む県内の企業に迫ります。ちなみに私はイスラム教徒ではありませんので、いただきます。豚肉とアルコール類はダメってどういうこと？それはね、イスラム教の決まりの一つなの。この決まりを守っているものをハラールっていうのよ。ハラール認証はその証なの。イスラム教徒は世界人口の4分の1、およそ19億人。成長するこれからの食品市場として注目されています。青森シャモロックは日本産のシャモとアメリカ産のプリマスロックを交配して開発した食肉用の鶏です。ここは青森シャモロックのふるさと五戸町にある農場です。農場を案内してくださる三浦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではハラール地鶏の方とですね、あと青森シャモロックの方を飼育している農場の方ちょっとご案内しますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。三浦さん、こちらは何ですか？こちら消石灰といいまして、衛生上ですね、バイ菌が入ったり病気にならないような対処のものですので、入るときにはこの足踏み層にですね、入ってから入ってください。はい、わかりました。初ひなっていいまして、まだ来て5日目ぐらいのひなのところをご案内差し上げますので。はい、皆さん見てください、たくさんの可愛いひながいますよ。今こちらには何羽ぐらいいるんですか？こちらの方で今600弱ですね。はい、ひながいます、はい、すごくあったかいお部屋ですね。そうですね、ひなはどうしても温度がですね高くないとすぐ死んでしまうので、一応この傾斜自体は30度にしていますね。どれぐらいここにいるんですか？ここは来てから28日までがこの鶏舎で飼育して、あと28日後はまた中火なの鶏舎の方に引っ越すというふうな形になります。この鶏舎の他にですね、親鳥の鶏舎ありまして、親鳥から卵を取ったものを八戸のですね、孵化場の方にお願いして孵化させてもらったものをこちらの方の鶏舎に持ってくると。中火生で育つとオスとメスに分けられます。もうすっかり青森シャモロックの顔をしています。そして三浦さん、すごい大きいですね。そうですね、もうここで100日ぐらいになってますので、もうほとんど出荷する状態ぐらいの大きさになってますね。100日ぐらいでこんなにも成長するんですね。親鳥の鶏舎ではメス10羽に対してオスが1羽くらいの割合で飼育されます。鶏舎内には産卵箱が置かれ、メスはこの中で卵を産み落とします。ここは五戸町にある食品製造会社株式会社グローバルフィールドの加工場です。
では早速お邪魔します。株式会社グローバルフィールドは2010年に国内で唯一鶏肉のハラール認証を取得しました。今年4月以降に販売されているシャモロックはハラール認証の鶏です。イスラム教の戒律に従って処理された鶏はここで加工されます。ここでイスラム教徒のエルビンさんの出番ね。バングラデシュから来てるんだって。こちらのところが大原市といいまして、丸鶏を部位別に位置を解体しているところ、ささみとかですね、手羽先、手羽元ですね、あと桃の部位別に位置を解体をして商品の、前段階というような形の作業になっています。抜けた羽の毛根には黒い色素が残ることがあって、その色素を一つ一つピンセットで取ってから出荷するの。細かい。部位別に分けられた鶏肉は真空パックに詰められ、マイナス23度で急速冷凍保存されます。三浦さん、はい、こちらの部屋とってもいい匂いがしますね。そうですね、こちらの方でいろいろな部位を燻製にして作ったりですね、あとこちらの後ろの方にはオーブンありまして、はい、プリンであったりチーズケーキあったりですね、そういうようなものを作ってる機械になります。精肉の他にも加工品として燻製や餃子、ラーメンの麺も作っているの。そろそろお昼。信心深いイスラム教徒のエルビンさんは食事の前に礼拝をします。朝起きてから夜寝るまで1日5回の礼拝を欠かしません。今日はエルビンさんのお弁当を見せていただきます。いつもでご飯とちょっとサラダが空いてるんですけど、ここはカレーですね。ビーフカレーですね。いつもハラール食品を買うときはどこで買うんですか？インターネットとかデノアで注文して、そういうハラールショップからいろんな肉とかスパイスとか1ヶ月1回まとめて注文したんですね。エルビンさんは日本でイスラム教徒らしい仕事をしたかったんだって。この辺町では家族と一緒に暮らしてるの。そしてハラール食品はインターネットの他に八戸市内のお店でも買うことができます。こちらは三和堂八食店です。こちらでは輸入商社と提携し、イスラム教の国で作られたハラール食品を販売しています。それでは行ってみましょう。確かこの辺だと思ったんですけど、あ、ありました。これがハラール認証食品のマークです。これもですね、ここにもハラールマークがありますよ。これもですね、これがハラールマークです。意外とたくさん並んでいます。ハラールの認証食品ってこんな身近にあったんだ。ハラールの基準に合った飼料、家畜の餌を製造しているのが八戸港第三埠頭にある八戸飼料穀物コンビナートです。大きいでしょう。穀物を保管する貯蔵庫は高さ40メートルもあるの。このコンビナートは輸入した原材料を貯蔵する東北グレーンターミナル株式会社と配合飼料の製造会社6社で構成されています。ハラール食品はハラール基準の飼料作りから始まっているのです。全部で161本あるサイロの総貯蔵量はおよそ17万トン。2011年の飼料生産量はおよそ200万トンで国内3番目の生産量です。ちなみに新鮮な青森シャモロックをいつでも食べられるお店が誇る屋さんよ。
青森シャマロックのガラで取った出汁は普通の鶏に比べて3倍から5倍濃いと言われています。その出汁を存分に生かした郷土料理がこちら、ご存知、せんべい汁。観光客の一番のお目当て料理です。グツグツと美味しそう。ゴロッと青森シャモロックが入ってますよ。ではいただきます。青森シャモロックの出汁が濃厚ですごく美味しいです。さあ次はお肉、見た目がプリッとしていますね。いただきます。お肉も柔らかくて出汁が染み込んでいて美味しいです。じゃあ次は焼き鳥です。もうどれを食べようか迷っちゃいますね。私はレバーが好きなのでレバーをいただきます。口の中でとろけます。外はこんがりとしているのに中は柔らかくてすごく食べやすいです。おいしそう。青森シャモロックの全部を味わえるなんて贅沢の極みよね。この青森シャモロックを生産しているグローバルフィールドの代表取締役田辺智之さんにお話を伺います。ハラール食品の今後をどのように考えていますか？日本にいるムスリムの方々というのは、だいたい10万人から20万人と言われておりますし、全世界で考えると20億人というですね、巨大なマーケットですので、これからの市場だと思っております。加工品としては餃子とかですね、燻製とかチーズケーキも作っているんですけども、ラーメンだとかですね、唐揚げだとか、あとカレーなんかも開発してラインナップを増やしていきたいなというふうに思っています。では八戸港の未来についてはどのようにお考えですか？八戸港は非常にいい立地で、便利な港として我々が使えるんじゃないのかなということを期待しております。ハラールの認証を受けた食品の日本国内での販路拡大はようやく始まったばかりです。ハラール認証は安全な食品基準の一つにもなっています。八戸港に輸入された穀物が青森シャモロックを育て、ハラール食品になって八戸港から輸出される、そんな日が近づいています。次回は青森県から海外へ、メイドイン青森を世界に広げようと活躍している人たちをご紹介します。